い、皆さんこんにちは、滝です。今回の動画は女の子からツイッターの DM で結構多くいただく相談みたいなのをテーマにお答えしようと思います。で、今回テーマにしようと思ったのがセフレ関係についてなんですけど、セフレのことを本気で好きになってしまいました。ダメだと分かっていてもつい誘われると嬉しくて断れない。セフレに付き合いたいと言ったら、いやいや俺らそういう関係じゃないやって言われたとか、本当にいろんな DM が届きます。それでもう読んでるだけでもう胸が本当に苦しくて、なんかもう辛いですよね。普通に考えて、だって好きな人だけど体の関係はあるのに付き合えないってめっちゃ辛くないですか。私は耐えられない。うん、まあそんな感じで今回は進めていくんですけど、セフレ関係自体は悪いことではないと思ってます。ただ向き不向きっていうのがあると思ってて、ちなみに私は不向きなんですけど、こう向いている人っていうのは体の関係を持っていてもしっかりと割り切って考えれる人、まあ、かつそのセフレ関係においてポジティブに捉えれる人っていうのは向いてるなって思います。で、逆に私みたいに向いてない人っていうのは、一度体の関係を持ってしまうと情が入ってしまうとか、その時の精神状態としてこう心の入り所を求めているとか、こう寂しいっていう感情が強いとか、前者とは逆でこうセフレ関係においてこうネガティブに捉えている人、まあ、例えばこんなことしてる自分ってダメな人間とか、あとは私って、まあ、このままでいいのかなとか、何かこう後ろめたさがある場合は向いてないと思います。それで今回 DM をくれた人も多分心の中では相手と真剣に付き合いたいし本気で恋愛をしたいと思ってるけど、でも付き合えないっていうね、本当に辛くてなんかこうモヤモヤする感情を抱いてるんだろうなって思いました。私の周りの話とかいろいろ聞いた中で正直に話すと、体だけの関係がこうズルズル続いていて、それから真剣にじゃあ付き合おうかってなる場合ってなかなかいなくて、付き合う前に1回2回しちゃったっていう場合は、まあ、それから付き合うっていうこともあると思うんですけど、その体の関係だけがこう数ヶ月、半年、一年って続いてで付き合うってことはなかなか難しいんじゃないかなっていうのが正直なところです。あー辛い。とりあえず今回は一つだけ伝えたいことがあって、まあ、それは自分自身を愛して大切にしてほしいなっていうことです。で、まあ、理由としてはこう自分自身がすごく嫌いとか、まあ、自分なんて価値のない人間だとか、もう自分なんてどうでもいいや、どうにでもなれっていう精神状態の時って、誰かに求められたりとか認められた時って、すっごい普段よりもこう過剰に嬉しくなってしまうんです。で、そこを自分の心の拠り所ってしてしまう傾向があるので、それでセフレ関係にはまりやすい。そこで体だけを求められたとしても、とりあえずは求められてるってことには変わりがないので、そこで錯覚しちゃって、こう、はまってしまうっていうこともあります。もうそれって冷静に考えたらどうなんかなって話ですよね。中にはあなたのそういう好きっていう恋心をうまく利用する人とか、それを騙したりする人って実際にいるので、まあ、そういう人にはちょっと気をつけてほしいなとは思います。まあ、そんな時にあなたが自分自身で大切にできていれば、なんでこんな人にこう感情とかいろいろ振り回されてるんだろうとか、私この人以外にもきっといい人見つかるはずって自分自身の中で思うことできると思うんですよ。まあ、それがたとえこう根拠のない自信でも全然謎の自信とかでもいいと思うんです。とりあえずこう自己肯定感みたいなのをこう高く持つことが大事かなって。それでもう本当に相手のことがもう好きで好きで仕方ないとか、もう完全にどっぷりハマっちゃってるっていう場合は、それを貫き通すか、もう即座にブロックするかのなんかもう二択かなって私は思ってて、まあ、ちょっと極端かもしれないんですけど、そこまでしないとやっぱりメリハリっていうのはつけれないと思います。まあこのじゃあ二択の選択をどうするかってことなんですけど、まあ相手の人と関係を持っている最中とか、まあ、相手との関係が終わった時にこう被害者意識を自分が持っちゃうかっていうことをまず考えてほしくて、
こう、その被害者意識っていうのは、まあ、相手に体を許した自分、でも相手と付き合えない自分、かわいそうって思うかどうかです。まあ、逆に被害者意識を持たないということとは、あの人とは結果付き合えなかったけど、でもいい関係だったなとか、一時的にでも自分はすごい満足だったし、こう満たされてたなみたいな感じで楽観的に捉えることができる場合は、全然いいんじゃないかなとは思います。まあそれで自分はどっちかなってことですよね。ちょっと言葉は厳しかったかもしれないんですけど、それを続けた末に何があるかっていうところまで考えて、まあ、それぞれがなんかこうベストな選択をできればなって私は思ってます。とにかくもうラブマイセルフの精神で言ってください。はい、ということで今回はちょっとお話をする系の動画だったんですけど、いかがだったでしょうか。なんか今回テーマにしたのって結構悩んでる人多いんじゃないかなと思って、ちょっと動画にしてみようと思いました。実際そういう最中の時ってなかなかね、こう自分で冷静な判断ができなかったりとかすると思うんですけど、まあ、ちょっとでもねこの動画が参考になればいいなと思います。まあ、ちょっとでも参考になったわって方はぜひチャンネル登録高評価の方を押してもらえたら嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイビー。